どうも、どうも、こんにちは、こたたです。スーパーファミコン、シャイニングスコーピオン、第4回目やっていきましょう。今日は、鉄神先生凸から、オータムレース決勝までです。ではではレッツラゴー。お、レツちゃんたち。レツちゃん、女の子がタチションとか言ったらダメ、わら、あ、男の子か、わら。普通に行ける道あるんかい、わら。弟を心配する兄貴、わら。人の気配、わら。さすが野生児、わら。おお、レイちゃん、わら。ここはイベントレースなので、特に調整する必要はありません。鍾乳洞でレースってとこが、原作でのエピソードって感じで良いですね。スコーピオン。あれ？ GMC 製のマシンでしたよね、わら。ここで励ましてくれるレツくん大好き、わら。でも置いてく主人公くん、わら。
クソジジイ、わら。はい、このシャイニングスコーピオンも、鉄心先生が作ったものでした。ここで問題を出されますが、ミニ四駆の問題だけでなく、レッツエンドゴーの問題も出されます。正解数により、熟練度の上がり方が変わります。抜けやすくなるし、いいえが正解ですが、一応賛否あるんだよなぁ、わら。マシン復活。はい、マシンも治ったので、オータムレースが開催される、次の街へ行きましょう。この模型店で一回レースをすると、ストーリーが進みます。直線のみのコースであり、この後のイベントに備え、しっかり直線仕様の調整をしましょう。おお、りょうくん&さるくん。子供たちが物騒なこと話していても、真顔の店員さん、受けますな、わら。レースあるとこにファイターあり、わら。勝手にレースに強制参加、わら。はい、タイマンレースです。ちなみに相手はランダムです。
りょうくんやれいちゃんが早いです。当たらないことを祈りましょう。わら。ちなみにタイマンレースで負けても、共通予選経由で、オータムレース決勝には出れますので、安心してレースに挑んでください。逆転勝利。当たらないことを祈ろうと言ったキャラと、連続で当たるとは、わらわら。ぐぐ、レイちゃん早いな。負けちゃいました、わら、惜しかったな。カイ君のビークスパイダーは、コーナー重視マシンなので、割と余裕で勝てます。あれ？意外と早いぞ、わらわら。あれ？負けた？あ、勝ったみたい、わら。ギリギリすぎる、わらわら。はい、最後は藤吉くんです。しかし海くんの霊があるから、油断せずに行きましょう。あ、余裕の勝利でした、わら。まあ直線レースだし。藤吉くんどんまい。なんでセッティングしてないねん、わら。
てなわけで、オータムレース決勝に参加できることになったので、セッティングして、早速決勝の会場に向かいましょう。セッティング終わりました。モーターをピーク状態にするのが大変でした。わら。アニメでも表情コースがありましたが、コースに一体どのくらいお金かかってるのかな？わら。ゴーの寝坊、わらわら。僕も負けません、わら。はい、オータムレース決勝戦です。このレースもちゃんとセッティングして。マッハダッシュモーターをピーク状態にすれば、普通に勝つことができます。おお、ちょっとずつ追い上げてきたぞ。よしよし、ついに1位になりました。
おお、ついにマシンが赤色に。中盤まで危なかったけど、オータムレースも優勝です。ゴー君にお誘いいただいた。てなわけで、オータムレースも優勝できました。次回はついに最終戦、スーパーグレートジャパンカップです。果たして勝つことができるのか？とにかく純ちゃんが可愛いので次回も見てください。わら。ではでは本日はここまで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録や、高評価もよろしくお願いいたします。次回も見てくれよな、レッツエンドゴー。